これはあのレコメンド機能の中で一人一人自分がお気に入りのさっきの編集ポイントを作ってカメラを切り替えたものをいくつか用意してきて、でこれが今、高島奈々さんの視点というような形でずっとこの子を中心に追っているところをあるユーザーの方が作っていただいたと想像していただいて、このあちょっと後ろからだと分かりづらいんですけど、この一番後ろに立っているこの子がずっと追っかけている視点だけをやってみたという、あるユーザーの視点、いろいろ YouTube 等々に、まあ、違法ではあるんですけれども、いろいろこの、ブランニューストーリーというこの東京バハマンドールの歌をですね、まあ、いろいろ、見てこの子好きなファンもいると思うんですけども、いろいろ工夫してるんですけど、カメラの、切り替え点を開放してこうやって切り替えただけでこの子を見るっていうものが、確実にこの子ばっかり映ってるっていうことになっていて、まあ、非常に単純な機能ではあるんですけども、ものすごくある特定の人物だったりダンスのところだけだったりっていうところにフォーカスするっていうことが、可能になっているというふうに。で今日は時間の関係上その他の、サンプル切り替え視点はちょっと表示しませんけれども、例えばこの中で再生回数別にソートしてみるとか、新しく更新された日時順にやるとか、評価が高いものとか、まあ、いいねとかそういうのもつければ評価順にできますし、タイトル照準とかもできます。でもうちょっと、さまったレベルでいくと、まあ、女性視点の中のフィルタリングとか男性目線の視点とかっていうのもできるという形で、この一つのコンテンツっていうのを、まあ、いろんなデータだったり、あるユーザーの目というものに価値を置いて、まあ、何通りにも見ていただきましょうという、ところを、まあ、可能にするソリューションが、ビクストです。でそれ以外にも、まあ、これはユーザーインターフェースだけの問題なんですけども、この東京パフォーマンスドールの、プロフィールみたいなのを見ていただくこともできますし、まあ、さっきフォーカスしたのはこの子ですね、まあ、っていうのもありますし、あとこの先ほどのカメラのレイアウトが、会場のどこに配置されたものなのかっていうのも一応確認できるように、なったりしています。というところが、また後でこちらで実際、デモをするんですけれども、ビクストの、まあ、簡単な